年のスタイリスト銀賞を獲得したのはこの男、銀賞は松井メンディー。おめでとうございます。メンディー、おめでとう。はい、メンディーにもこちらの方々から、はい、メッセージ届いております。なんでやれよ。皆さん、広瀬さん、いつも投稿お世話になってありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、改めまして今日は皆さんキックオフ開いていただきありがとうございます。大塚さんも英語のスタッフの皆様もありがとうございます。はい、スタイリスト銀賞なんですけど、まあ、この1年の銀賞なんですけど、僕、まあすいません、頑張れ。なんだかんだ、はい、チャンスずっと言ってたんで、コメント全部一緒やし、言っちっとこみたいなんかあんま深さなくて、もうちょっと頑張ってほしかったんですけど。あんまり、まあ、僕成功で濃くないんですけど、なんかあんまり素直になれなくて、まあ、家族めっちゃ好きで、僕兄貴も散髪屋で、別に並んでいいよって言われて僕なったんですけど、兄貴の背中を追って、でもやりたいことやったらいいよって、高校卒業してルースをバイトからお世話になって、もう10年ぐらいになるんですけど、僕あれ
ほんまに、まあ、家族もそうですけど、ルーソーの方が、まあ、渡さんはじめ、金田さん、寺澤さん、みんな、すごい一店舗の時から僕、めちゃめちゃお世話になってて、ほんまに何もできなかったんで、高校出てから。遅刻もするし、まばたきしすぎて営業中怒られるし、ほんまに一番何もできなくて、今ではこんなにほんまにみんなにね、サインテのスタッフのみんなになんか偉そうに天井したりとか、お客さんもいっぱい入客させてもらって、関わってもらってるけど、ほんまにルーソーに育てていただいて、今の自分があります。本当にありがとうございます。ルーソーに出会えて、人に本気で関わるとか、人のために全力で行動するっていうものを本当に教えてもらったというか、ずっと自分のことしか考えてない人生だったんで、なんか本気でぶつかってもらえたからこそ、そういう温かさであったりとか、関わってもらえることのありがたみをすごい感じれたんで、今はそれを周りの人にできるように一生懸命頑張ってるつもりです。なので、まあ僕が偉そうに言うのもあれなんですけど、まあ、みんなルーソーファミリーとして、まあ、ほんまに楽しいこともあるし、まあ、でもしんどいこともほんまにあると思うし、人生や仕事やし、でもさっき、まあ、高野先生も僕の恩師でもあるんですけど、ほんまにしんどいこととか辛い時にぶれずに、しっかり心気持ち持って乗り越えていったら成長できるっていう、ほんまにそれしかないなっていうのは思うんで、みんなも強い心持って人のために行動できる、人の幸せのために本気で思える人に一緒になっていけたらなと思うんで、今年は、まあ、僕自身も震災橋店ルーソーから出店させてもらうんですけど、まあ、大宮含めて本気で人のために行動できる、人を幸せにできる店舗、会社目指して頑張っていこうと思うんで、2024年も1年間よろしくお願いします。ありがとうございます。